さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。よし、だいたい準備はできたかな。顔もバッチリだし、今日で学校生活も終わりか。短かったような長かったような、本当にいろんな思い出があるな。さ、早くタイガ君のところ行こうっと。あ、にゃーすけ、私今日でこの制服見納めだよ。ご主人、その制服が今日で終わりなんですか？悲しいです。私その制服でご主人のお胸に抱かれるのがたまらなく幸せでした。それにそのチェックのスカートといい、そのチェックのスカートの下からそびえ立つご主人の綺麗な太もも、あーニャースケ、考えただけでももう鼻血が出そうです。なんかニャースケ、最後だからかわかんないけど、すっごい気持ち悪さが増してた気がするんだけど、気のせいかな。さ、ニャースケ、おとなしくこっちで待ってて。あ、ご主人、だからその絶対投げるのはやめてください。そっと下ろしてください。お願いしますよ。ニャー。さ、タイガ君のところ早く行かないと。って言っても、まご近所だからすぐ行けるんだけどね。タイガ君ちゃんと起きてるかな。とりあえずピンポン押すか。あ、そうだ、タイガ君が喜ぶかもしれないから、最近やってないあれで出迎えてあげようっと。お、山本先輩来たみたいだな。ああ、今日で先輩の制服姿も見納めか。なんか残念だな。俺大好きだったのにな、制服姿。ご主人様、太郎目はずっと見た目は変わらないのでご安心ください。いや、まあそらそうだよ、お前犬だしな、変わりようないもんだって。よし、じゃあ愛しの彼女との最後の登下校を楽しみますか。あ、先輩。大河くん、ぴょんぴょん。もうそれも見れなくなると思うと、俺。いや大河くん、泣かないで、またやってあげるから。これはもう大げさだよ、大河くん。なんか卒業したらもう私と会わないみたいな感じになってるよ。会えなくなるのはもっと嫌だ。いや、だから大河くん、卒業って別にそういうことじゃないからね。じゃあ学校まで安全運転でお願いします。もちろんですよ、お姫様。さあ行きましょうか。よし、今日はもうここ一番の運転を見せるぞ。山本先輩、今日はあえて遠回りしていきますね。うあーい。いや大河君、ここ一番の運転はどこに行ったの。まあでも普段通りの方がいいじゃないですか。もう大河君とこうやって一緒に学校に向かうことがなくなると思うと寂しいな。そうですよね、やっぱり当たり前ってないんですかね。でも大河君と私はこれからもずっと一緒だよ。先輩、もう学校行くのやめときます。いやいや、学校行って、卒業式出させてお願い。じゃあここは一番のバックを見せますよ。シュ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 キキー。どうですか。90、いや85点。でもよく考えたら、他のみんなは山本先輩となかなか会えなくなるけど、俺は普通に会えると思うとちょっと優越感に浸れるな。もう大河くん、私芸能人でもなんでもないよ。あ、そうだ先輩、よく考えたらあのお花さんたちとも今日でお別れですよ。一応挨拶していきましょうか。お花さんたち、今までこの学校の周りをきれいに着飾ってくれて本当にありがとうございました。山本ちゃん、卒業おめでとう。これからもいろいろあると思うけど、大人の社会に揉まれんじゃねえぞ。なんならいつでも俺が揉んでやるからな。あれ、なんだろう、すっごい嫌な気持ちになった今。ていうか今冷静に考えたんだけど、ひまわりだよね。ひまわりって夏に咲くんじゃなかったっけ。こんなに年中ずっと咲いてたっけ。ここのロッカーともお別れか。ああ、この匂いももう最後と思うと懐かしい匂いになっていくんだろうな。じゃあ大河くん、また後でね。はい山本先輩、また後で。ついに俺が山本先輩を学校に送ることがなくなってしまった。寂しい。おいおい大河、泣くなよ。お前彼氏だろ、いつでも会えんじゃねえか。そういう問題じゃねえんだよ。だってあの可愛い可愛い山本先輩の制服姿が見れなくなるんだぞ。
いいじゃないですか、タイガ氏。まあ山本先輩の進路は私は知らないですが、このまま行くと OL 姿が見れますよ。うわ、それめっちゃありだわ。タイガ、俺の制服はお前だけキャンペーン無料中で見放題だ。いや、別に見放題じゃなくていい。うん、もう大丈夫。そういえばさ、山本先輩は何すんの？大学？それとも専門学校？それとも就職？ああ、それは一応受験はしてたみたいだよ。本人はなんかあんまり乗り気じゃなさそうだったけどな。普通に平凡な家庭を築けたらそれでいいって言ってたよ。平凡な毎日に夜のスパイスを加える役目がタイガ氏ですよ。おお、なんだろうな、お前めちゃくちゃうまいこと言うな。タイガ、そのデザートに俺はどうだ？いや、お前はデザートに全くならない。さてと、そろそろ山本先輩の最後を見届けてきますか。ほんじゃな、お前ら。山本先輩、私すごく寂しいです。ここ最近お昼ご飯も先輩と一緒に食べてたし。そうだよね、大丈夫。南條さんお友達も多いし、それに私はプライベートでも南條さんとは仲良くするつもりだから、むしろこれからもよろしくね。弓道部も先輩がいなかったら私あんまり部活に顔出さなくなるかもしれないです。大丈夫大丈夫、大河くんも弓道部なんだしさ、私からも顔出すように言っとくから。じゃあ私そろそろ卒業式向かうね、南條さん。ま、待ってください、先輩。え、ちょっと、南條さん何してるの？急な百合展開。卒業しないでください先輩。ちょっと、南條さん。もう大河くんといい、南條さんといい、みんなほんと可愛い後輩ばっかりなんだから。ちょっと喋ってたら遅れちゃったな。もうきっとみんな集まってるんだろうな。わっ、いっぱい集まってる。ちょっと水木、何やってたのよ。あ、ごめんごめん、ちょっと後輩と喋ってたら遅くなっちゃった。卒業生の皆さん、この度はご卒業おめでとうございます。あなたたちはこの学校の誇りです。これからいろいろな困難が立ちはだかるかと思います。でもこの楽しかった学校生活を思い出して日々成長していってください。そして20歳を超えたら私に会いに来てください。え、なんで？あいつ絶対なんか考えてるよ。あれ絶対言っちゃダメ、絶対法律的にいけるって思ってる。あれ、南條さん何やってるの？もしかして卒業式見に来たの？あ、大河くん、うん、そうなんだけど、なんか勝手に入っていいのかなと思って。だったら俺と一緒に行こう、端っこの方でこっそり見ておこうよ。それじゃ卒業生を代表して山本瑞希さん、前に出てきてください。え、私？何も聞いてないんだけど。瑞希頑張って。山本頑張れよ。もうあの先生、何でもかんでも私に頼み事するんだから。もう分かりました、行きます。先生の最後の無茶ぶりよろしくね、山本さん。もう先生にはかなわないな。卒業生を代表して少しだけお話しさせていただきます。山本瑞希です。みんな一人一人が送ってきた学校生活と私が送ってきた学校生活とではまた思い出も全然違うだろうし、私個人的な話をしても仕方がないと思うので、簡単に自分なりにまとめた話をさせていただきます。この学校はいろんな生徒がいて、変わった先生もたくさんいるし、部活動もすごく盛んで、ほんと毎日飽きない学校でした。そんな中、かけがえのない友達や後輩ができて、これからもずっと一緒にいるんだろうなっていう大切な人もできて、いきなり前に立たされちゃったからうまく話がまとまらないけど、最高に楽しい学校でした。本当に今までありがとうございました。水木すごく良かったよ。山本、すっげえ良かったぞ、頑張ったな。山本先輩、愛してる。いや、大河くん、それなんか違うよ、そこは拍手でいいよ。こんな感じで良かったですか、佐藤先生。ああ、素晴らしいスピーチだったよ、さすが山本くんだね。山本さん、私の最後の無茶ぶりしっかり答えてくれて本当にありがとね。ちょっと先生、もう泣かないでください。先生の頼み事すごく私楽しかったですよ。それではこれにて卒業式を終わりたいと思います。山本先輩、え、
何何今のタイガくんの声？ちょっと水木、あんたの彼氏が大声で呼んでるわよ。どうしたの？タイガくん急に大声出して。山本先輩、卒業本当におめでとう。俺は年下だから卒業はまだだけど、学校で会えなくなっても俺は水木のこと絶対に大切にするから。だから俺が制服で水木が私服とか着ててもちゃんと俺とデートしてほしい。何それタイガくん、みんなの前で大声で言うことじゃないよ。もちろんこれからもたくさんデートしていっぱい思い出作っていこうね。改めて水木卒業おめでとう。こうして山本先輩の卒業式は幕を閉じた。なんでお前も花束持ってんだよ。手をつないで連れてくよ、海に眠る宝石よ。よし、こんな感じでいいかな。タイガくんと付き合ってからなんか料理上達した気がするな。やっぱり誰かに食べてもらうのって嬉しいよね。ふう、こんなもんでいいかな。っていうか私張り切ってちょっと作りすぎちゃったな、二人だけなのに。よし、次は顔作んなきゃね。顔、お化粧しようっと。やっぱり彼氏にはいつでも可愛いって思ってもらいたいから、こういうのは手抜かずに頑張んなきゃ。むむむむ、ご主人が気合を入れてお料理を作ってさらに念入りにメイクをしている。まさかまたあの男がこの家にやってくるんだにゃ。よし、メイクオッケーっと。あとは、あ、にゃーすけ、何勝手に入ってきてるの。ダメでしょにゃーすけ。実はね、今日タイガくんが家に来るから、にゃーすけはおとなしくしててね。ご主人、あのオスのどこがよろしいのですか。オスなら私だけで十分ではございませぬか。ああ、右手最高。ほら、にゃーすけ、こっちでおとなしくしてて。ちょっと、ご主人、まさかまた放り投げませんよね。ダメです、優しく扱ってくださいよ。ちょっと、にゃー。ごめんにゃーすけ、ちょっとテンション上がってジャンプして投げちゃった。くぅ、それほどまであの男がやってくるのが嬉しいんでござるね。はぁ、腹減ったな。山本先輩、料理作ってくれてんのかな。楽しみだな。あ、タイガくん来たみたい。はーい、今行きます。お疲れ様、タイガくん。なんだかまだ夏服見慣れないな。ただいま、山本先輩。なんかあれですね、学校帰りにこうやって寄るとお出迎えされたらまるで同棲してるみたいに思っちゃいますね。確かにそうだね。タイガくん、お腹減ってるでしょ。お昼ご飯作っておいたよ。お邪魔します。でも山本先輩、そこはご飯にする、お風呂にする、それともっていうくだりじゃないんですか。だってタイガくんそれ言ったら絶対に私って言うんだもん。大当たり。ちょっとタイガくん、料理冷めちゃうよ。何見せつけてくれとんじゃこのクソガキが。うわ、美味しそう。っていうか二人なのにちょっと作りすぎですよ山本先輩。いただきます。はん、美味しい。山本先輩、また料理の腕上がったんじゃないですか。そうかな。やっぱり食べてもらえる人がいるのってなんか嬉しいよね。あの山本先輩、さっきからこの猫にずっと見られてるんですけど。勇気タイガ、ご主人にちょっとでも変なことをしてみろ、お前の顔に猫パンチを食らわせてやるにゃ。ちょっとにゃーすけ、ダメだよ。タイガくんの食べてるところの邪魔しちゃ、もしかしてお腹減ってるのかな。ええ、減ってますとも。ご主人、愛をください。まあ愛という名のご主人のお胸ゲフゲフ。そういえば一番最初にこの家に来た時もずっとこの猫いましたけど、山本先輩ってこのニャースケでしたっけ。ニャースケとはいつから出会ったんですか。ニャースケは私が中学生ぐらいの時から出会ったかな。へえ、そうなんですね。じゃあ 5,6 年の付き合いって感じですか。そうだね。でも私が中学生になりたてぐらいだから、もしかしたらもう7年ぐらいの付き合いかも。そう思うと結構長いこと一緒にいるな。懐かしいな、ニャースケと会った頃。
はあ、眠。ねえ、今回のボスからの任務は何？なんだお前、やけに眠そうだな。それに、ちょっと身長伸びたんじゃないか？学校が今テスト期間中なのよ。は、裏で殺し屋とかやってるお前が、まさか普通の中学生やってるなんてな。今回のボスからの依頼は、やべえ薬を密売してるやつの暗殺だ。はい、わかった。で、場所はどこなの？ほら、こいつらの密売ルートと、あと、なんとなくここら辺がアジトなんじゃないかっていう推測の位置情報だけ送っておいたぞ。オッケー、そしたら、ちゃっちゃと片付けて、テスト勉強しなきゃっと。いいか、絶対誰にもバレるんじゃねえぞ。たとえそれがネズミ一匹でもな。何それ、大げさすぎ。はいはい、わかりましたよ。よし、着替えたし、早速仕事に向かうか。位置情報だったら結構割と近くみたいだね。こっちに行ってと。この先の高級マンションでいつもやり取りをしてるって書いてるけど本当かな。でも確かにこういう高そうなマンションのところで悪いことしてる人意外と多そうだもんな。もしかしたらここに住んでる一般市民の人にバレるかもしれないから、一応こっちから覗いてみるか。お、いかにも怪しそうなスーツの男2人発見。さて、あとは証拠をつかんで速やかに抹殺っと。それで例の物は用意してるんだろうな。ああ、いつも通り大量に仕入れてるぜ。さすがだな、俺たちもこれで億万長者だ。この高級マンションに住むどころか、なんだったらマンションごと買いちまうんじゃねえか。はっ、そうかもな。ここじゃなんだから、とりあえず場所を移すぞ。おっと、どうやら移動するみたいだから、私も後をつけなきゃ。早く帰らないと勉強する時間なくなっちゃうよ。サイン、コサイン、あれ、なんだったっけ、あと一個。確かこの辺を曲がっていったみたいだけど、困ったわね。見失っちゃったかも。この辺に車止めとっか。さっきあいつらが乗ってた車にこっそり GPS つけといたんだけど、この辺に止まってるから絶対近くにいるはずなんだけど、どこだろう。あ、いた、発見。さ、あとはあいつらが隙を見せてくれたらいいんだけど。やるじゃねえか。夜の幼稚園だったら確かに誰も人も寄りつかねえしな。まあな、でも一応警戒しとけよ。どんな奴にも絶対に見られるわけにはいかねえからな。もし俺たちを見かけた奴がいれば即刻抹殺だ。結構警戒してるわね。めんどくさいな。うん？なんか今声がしたような。おい、誰だあの女。わ、やばい、なんでバレちゃったの。なんでこんなとこに猫がいんの。なんだ、まだ子供じゃねえか。見たところ中学生ぐらいか。悪いけど、お嬢ちゃん、俺たちの姿を見ちゃったのは運が悪かったと思ってくれよ。はあ、めんどくさ。私この後テスト勉強しないといけないから、なるべく体力使いたくないんだけどな。てめえ、何を言うぶってやがんだ。いいだろう、俺が死へのカウントダウンしてやるよ。行くぞ、3、2、1。何自分でフラグ立ててんの、お兄さん。待て、そうだ、話し合おう。お前にも分け前を半分以上やる。いや、なんだったら7割渡してやってもいいぞ。どうだ、いい話だろう。ああ、ごめん、私そういうのあんま興味ないから。動くな、この猫がどうなってもいいんだな。はあ？いや、どうなってもいいに決まってるよ。だって別に私の猫でも何でもないんだし。くっそ、覚えとけよ。さ、お仕事終了っと。さすがにここに置いてたらまずいかな。早くボスに連絡しなきゃ。あ、そうだ、絶対に誰にも見つかるなって言われてたんだった。ネズミ一匹ってことは猫一匹もダメだよね。ごめんね、あんたには恨みも何もないんだけど、ここに捨てられたことを運が悪いと思ってちょうだい。どうせ人間なんてみんなこういうもんなんだ。あんたも僕を捨てたご主人と一緒だ。それだったらいっそのこと早く死んでしまった方がいいにゃ。はあ、
やっぱなんか気分乗らないからやめた。あんたさ、私ん家来たら？ちょうど私一人暮らしでちょっと寂しかったし、あんた帰るぐらいの余裕はあるし。僕を拾ってくれるの？私の家だったら誰にもバレることないし、つまり誰にも見つからずに任務成功ってことになるしね。あんたニャーニャーうるさかったから、名前はニャースケで決定。ニャースケ、僕の名前はニャースケ。前のご主人には名前すらつけてもらえなかったのに。ああ、それにしてもなんて温かいお胸なんだろう。こんな感じ、私とニャースケの出会いちょっと変わってるでしょ。なるほどね、山本先輩もニャースケのことはほっとけなかったんですね。まあ、あの頃の私は子供だったし、ちょっとツンツンしてたからね。ていうか、大河くん一人で全部食べたんだ、すごい。あ、そうだ、よかったらデザートもあるからちょっと待ってね。山本先輩、デザートって、山本先輩のことですよね。ちょっと、大河くん、もうちょっとは我慢が必要だぞ。だって彼女の家に来てわざわざ我慢する必要ありますか。仕方ないな、じゃあキス一回だけね。一回で足りるかわかんないですけどね。にゃー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 。あー、もうなんだなんだ、 うるさいな。もうまったく、もうにゃーすけは大きくなってもにゃー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 うるさいんだから。本当に勇気タイガー、ご主人は優しい人なんだにゃ。ちゃんと勇気タイガーも優しく接するんだにゃ。こりゃご両親に気に入られるより、にゃーすけに気に入られる方がよっぽど苦労しそうだな。さあさドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りましょ。すやーすやー、はあ、あ、そろそろ朝かな。SNS チェックと。え、ちょっと待って、もうお昼？嘘、やばいやばい、こんなことしてる場合じゃないよ。早く大学行かないと。あー、どうしよう、とりあえず手っ取り早くシャワー、いや、シャワーよりも先にお手洗い、お手洗い行かなきゃ。あー、でもお手洗い行く暇あったら先に着替えたい気持ちもあるし、あー、もうどうしよう。ご主人、ここはひとまずニャースケを抱っこするところから始めてみませんか。落ち着いて、私、ここはひとまず。お、やはりご主人、ニャースケの元へ来てくれるのでござるか。いや、ちょっとご主人、ニャースケ下にいますよ、ご主人。それじゃあね、ニャースケ、行ってきます。行ってらっしゃいませ、ご主人。今日はご主人のお胸に抱かれなかった。大学はちょっと遠いから不便なんだよね。高校はあんなに近かったのに。今日は初公開となります、大学生になった山本先輩の一日をお送りしたいと思います。見ての通り、大学はちょっと遠くて、和牛レストランの隣側にあります。ほら、見えてきた、あれです、桜学園大学。いつも私は車で来てるかな。大学って高校と違って、遅れて行っても特に何も言われないから、ある意味遅刻しやすくなっちゃうんだよね。この私が大学生か、信じられないな。今日の講義は確か2階だったはず。あった、ここ。またわけのわからない先生の哲学を聞かないといけないよ。みんな、おはよう。みーちゃん遅刻するなんて珍しいね。何してたの？山本さん、なんだかんだギリギリにいつも到着してたのに。いや、ちょっと昨日ゲームのやりすぎで。言えない、弟シリーズのゲームやってたなんて絶対に言えない。山本さん、見て、今日の哲学の授業、タイトルは愛とはだって。あの先生、他の先生よりは若そうだけど、なんかちょっとチャラいよね。高校生の時はあのぐらいの先生がモテたんだろうけど、大学になってから全然興味なくなったわ。確かにあの先生、私もちょっと苦手かも。大学生の皆さんはこれから大人の愛というものを知っていくと思いますが、本当の愛を知りたい人は個人的に先生に聞きに来なさい。わかったね。うわー、なんか寒いこと言ってる、あの先生。君たちはカップルだね。つまりアダムとイブっていうことでいいのかな。
うわあのカップルかわいそう、先生に絡まれてる。カップル見て嫉妬してるんじゃない？こんな感じで大学ってほんと授業内容によってはちんぷんかんぷんなことが多いです。ねえねえ山本さん、よかったらみんなでお買い物行かない？山本さんおしゃれだし、普段行ってるとこ私たちも行ってみたい。私最近全然おしゃれなとこ行ってないよ、いつも通販で済ましてるし。へえそうなんだ、みーちゃんおしゃれだからいつもおしゃれなセレクトショップでも行ってるのかと思った。じゃあせっかくだったら桜町をブラブラしてみようよ。うんいいよ、私車で来てるからみんなも乗せてあげる。自分で言うのもなんだけど、コミュ力はある方だからすぐに友達はできました。もちろんまだまだ隠し事はたくさんありますが。山本さんいいよね、車も運転できるから私も免許取りに行こうかな。車はたまたま昔から運転してたから。え、みーちゃん昔から運転してたってどういうこと？あ、ううん、なんでもない。昔ってその高校卒業してからって意味だよ。お寿司屋さんの近くって言ってたからこっちだよね。あ、もしかしてここ？そうそう、ここここ。SNS に載ってたんだ。結構インスタ映えするスポットらしいよ。それじゃあとりあえずこの辺に停めさせてもらおうかな。こんなところができてたんだ。ほんと桜町どんどん進化してるな。そのうち桜町もおしゃれスポットとして特集される日も近いかもよ。そうだといいね。変な人ちょっと多いけど。へえ、ここに美容室もあるんだ、知らなかった。それに、あ、こんなところになんかテイクアウトできるカフェがあるよ。どうせだったら寄っていきましょうよ山本さん。うん、行こう行こう。いらっしゃいませ、ご注文をどうぞ。二人ともここ教えてくれたし私がおごってあげる。山本さん、運転までしてもらったのに悪いよ。やった、みーちゃん優しい。性格の違いが分かりやすいな。いいのいいの、気にしないで。おいしそう、みーちゃんいただきます。山本さんって確か彼氏いるって言ってたよね、どんな人なの？その年下なんだ、まだ高校生なの。意外、みーちゃん絶対年上の彼氏だと思ってた。私もまさか年下と付き合うとは思ってなかった。でもなんかいつの間にか惹かれてたんだよね。いいな、山本さんが選ぶ人だったらきっと素敵な人なんだろうね。私もこのショートケーキみたいな甘い恋愛したいな。おいしかった、みーちゃんありがとう。おいしかったね、またみんなで来よう。おい、そこの美人3人、よかったら今シャンプー無料でやってあげるけどどう？シャンプー無料ですって山本さん、行きましょうよ。そうだよみーちゃん、無料無料。うん、別にいいけど。よし、決まり。ささ、入って入って。さ、どうぞ山本さん。はい、ありがとうございます。でも、本当に無料でいいんですか？いいんですよ、僕たち美人には弱いですから。はあ、こういうのすぐ怪しむ癖直した方がいいな私。ありがとうございました、すごく気持ちよかったです。いえいえ、どういたしまして。また髪切りに来てくださいね。ごめんみんな、お待たせ。山本さんお帰り。この人たち面白いよ。ねえねえみーちゃん、受付の人のお家がそこの目の前らしいんだけど、よかったら来ないって。でもいきなり初対面の人のお家に行くのはハードル高くない？大丈夫ですよ、別に二人きりじゃなくてみんなで行くんですから。そうだよみーちゃん、ちょっとだけ行こうね。うん、わかった。さっきここのカーテンも閉めてなかったのにな。さあどうぞ、入って入って。お邪魔します。みーちゃん見て見て、外にほらあんなテーブルとかあるよ。ここにお風呂があるんだけど、カーテン閉めなかったら丸見えなんだけどね。よかったら君たちの一人誰か入ってみる？なんちゃってね。私入ってみようかな。ちょっと冗談に聞こえないから。そうだ山本さん、ちょっと一緒に2階に来てくれない？おい、あいつ早速仕掛ける気だぜ。ずるいな、あの人一番美人なのに。2階に何かあるんですか？
あーごめんごめん、ここ眩しいよね。カーテン閉めるね。さあ山本さん、そこに寝て。何をするんですか？何って子供じゃないし、わかるでしょ。それにあんなホイホイついてくるんだから別に嫌じゃなかっただろ。はあ、やっぱりくだらない。帰ります。私。おい待てよ、女が男に力で勝てると思ってんのか？はあ、でもいっか、あなたと二人っきりだし誰にも見られてないもんね。なんだよ、恥ずかしがり屋か。わかればいいんだよ、わかれば。ほんと誰にも見られてなくって好都合だわ。二人ともそろそろ帰ろっか。みーちゃん、もうちょっと話していきたい。なんか上に一緒にいたお友達がすごく体調悪そうだったから、私たちは早めに帰った方がいいよ。お二人は早くお友達のところに行ってあげた方がいいと思いますよ。わかった。っていうか降りてくるの早かったね。いつもならだいたい上に上がった女の子遅いんだけどな。さあ今まで連れ込んだ女の子は知りませんけど、私は早かったみたいですね。私の友達に手を出したら分かってるわね。おいおい、一体何があったんだよ。あの綺麗な人、めちゃくちゃ強い。楽しかった。また遊ぼうね、みーちゃん。山本さん、また学校でね。遅刻しちゃダメだよ。うん、二人とも今日はありがとう。はあ、なんだかちょっと疲れちゃったな。って言っても家すぐそこなんだけどね。あ、大河くんだ。大河くん。あ、山本先輩、どうしたんですか？帰りですか？山本先輩、どうしたんですか急に。なんでもない。やっぱり大河くんっていい男だなと思って。でしょでしょ、そりゃ山本先輩専属のナイトですから。そっか、大河くん今日はなんとなく同棲場所行かない？あれ、どうしたんですか？今日は甘えたい日ですか？そういうこと。さあさあ裸足で駆け出せ、世界一のお姫様、夢のせ。さあ着いたよ、ここが私の家。山本さん一人暮らしって言ってたから一軒家だとは思わなかった。みーちゃん、もしかしてお金持ち？まあたまたま親戚の人がこの家空いてたから譲ってくれただけ。裏の仕事やってた時お金いっぱい持ってたからな。あ、そうそう、うちの家ね、猫を飼ってるんだけど二人とも大丈夫？猫ちゃん大好きよ。みーちゃんちの猫絶対かわいい。かわいいかはわからないけど結構他の猫よりはお利口かも。ただいま。にゃーすけ、お友達連れてきたよ。はぁはぁはぁ、これまたにゃーすけ、とんだサプライズをいただきました。まさかご主人が女性のお友達をちゃんと連れてきてくれるなんて。これまたニャースケ、目の前で桃源郷が広がっています。わあ、兄ちゃんちの猫立ってる、すごい。もうニャースケ、ちょっとは可愛い仕草してよ。ニャースケっていう名前なの？山本さん、なんか男の子っぽい名前つけるね。ニャースケくん、よろしくね。おお、これまたニャースケ、夏の大三角形ならぬお胸の大三角形を見つけてしまいました。猫に生まれてよかった。なんか今日ニャースケいつもよりテンション高いわね。ねえねえ、みーちゃんはアルバイトしないの？こんな立派なお家に住んでるから、もしかして山本さん夜のお仕事？過去に夜のお仕事っぽいことはしてたけど、絶対みんなが想像してるような仕事じゃないけど。私昨日クレープ屋さんで初めてアルバイトしたんだけど、クレープ目の前で我慢できずに食べちゃってクビになった。そりゃクビになるよ、我慢しよう。私は知り合いの老人ホームのお手伝いをしてるわ。へえ、そうなんだ、老人ホームか。私そういうの経験したことないな。山本さんって確か先生になりたいとかも言ってたわよね。自分より年上の人たちを相手にするのも勉強になっていいかもしれないわよ。確かにそうかも。よかったら私もお手伝いさせてもらえないかな。みーちゃんもやるなら私も一緒にやる。しょうがないわね。それじゃあ私二人のこと話しておくわ。ちょうど今人手が足りてないみたいだからすぐ行きましょうか。お、話が早い、ありがとう。ゆうなちゃん行くよ。
みーちゃん見て見て、回ってって言ったらこんなことしてくれた。にゃんすけ、女性に囲まれ歓喜の舞。よーし、それじゃあ私の車に乗っていきましょう。わーい、みーちゃんの車に前置いていったポテトチップス残ってるかな。残ってるわけないでしょ、もう何日経ってると思ってんのよ。そこを左に曲がって、山本さん、ここ左ね、オッケー。これでまっすぐでいいの？右手に多分案内板が出てくると思う。あ、あったあった、これこれ。何何、100メートル先桜老人ホーム。じゃあもうすぐだね。ここを登って、あった、ここか。それじゃあ車はここに止めていいかな。みーちゃん、ポテトチップス1枚落ちてたよ。絶対それ食べちゃダメよ。へえ、立派な老人ホームだね、すごく綺麗。連絡はしてあるから入りましょう。お邪魔します。いらっしゃい。あなたたちがみさとちゃんが言ってたお友達ね。今日はお手伝いに来てくれてありがとう。なんだか思ったよりセクシーな声してるんだこの人。この人はこの老人ホームの会長の千尋さん。どうも、ちーたんって呼んで。あ、はい、あの千尋さんって呼びます。それじゃあ早速お手伝いしてもらおうかしら。まずはこの服に着替えてくれる？みーちゃん、なんかちょっと恥ずかしいね、コスプレしてるみたい。そうだね、まさかこんな格好するとは思わなかったね。てっきりもっと私服に近い T シャツみたいな感じだと思ってたな。着替え完了しました。うーん、似合ってるわ、男が喜びそう。千尋さん今なんて？山本さん、おじいさんだからって油断してたら狙われるわよ。山本さん、今みんなお食事中だけど、これを機会に挨拶しておきましょうか。ちょっと、好き嫌いなく皆さんちゃんと食べてください。なんだか子供をあやしてるみたい。人間って年を取れば取るほどまた子供に戻るって言うからね。あの皆さん、はじめまして、本日からお手伝いをさせていただきます、山本瑞希と申します。塩見優奈です、よろしくお願いします。おお、これまた可愛い女性が入ってくれましたな。わしらもまた元気が増えますな。よろしくね、斉藤さんと田中さん。ねえみーちゃん、早速この人間違えてるよ。おじいさんだからさ、ほらちょっとボケてるのかもしれない。あんして、あんして、あんして。こら、ここはメイド喫茶じゃありません。山本さん、あっちのテーブルは今度で大丈夫。ちょこちょこボケてる人がいるから気をつけてね。うん、なんかやっぱり大変そう。あれ、あそこの奥で一人でテレビ見てる人は？山本さん、あの人は十分気をつけるのよ。そうそう、いっつも私たちにセクハラしようとするから。あー、なるほど、大丈夫、私意外とそういうの慣れてるから。こんにちは、はじめまして。いや、ちょっと、何するんですか？はじめましてと言ったから挨拶してやったんじゃ。ちょっとみーちゃん、このじじゃなくておじいさん、私のお尻触ってきたよ。はじめまして、私山本と申します。本日からお手伝いさせていただきます。そうかいそうかい、いや山本ちゃん、ちょっと隣に座ってくれるかな。はい、なんでしょうか。ほう、これまたいい女じゃ。どれどれ。あ、足元にゴミが。ほう、わしの手技をかわしよったか。このおじいさん手癖悪い。山本おちゃんと言ったかの、気に入った、ぜひわしの面倒もよろしく頼む。はい、よろしくお願いします。珍しいわね、羽場さんが誰かを気に入るなんて。それより私のお尻触った罪は重いぞ。山本さん、塩見さん、ご老人の方々は足が不自由な人も多いから、お手洗いにもついてきてあげてほしい時もあるわ。多分最初の方は見たくないものもたくさんあると思うけれど、きっと徐々に慣れてくるわ。ねえみーちゃん、お手洗いについていくってことは、もしかして、下の方も見ちゃうってことだよね。見ちゃうどころじゃないわよ、お風呂のお手伝いだってするときあるんだから。そっか、それは大変そう。さっきみたいなエロジジイ来たらどうすんの。
大丈夫、全員が全員じゃないし、それにあの人の対処の仕方は千尋さんが一番わかってるわ。フォフォフォ、どれどれ、ちょっとシャワーを浴びさせてくれんかの。ああ、噂をすれば来たよ、みーちゃん。千尋さん、羽羽さんが呼んでますよ。あら、羽羽さん、そんなに私に洗ってほしいのかしら。いや、その わしは新人さんに洗ってほしいなと。そんなに照れなくてもいいじゃない、私たちの仲なんだから。ほら羽羽さん、次は前を向いて。千尋さん、それ以上は。ほら、うちの会長には羽羽さんもタジタジなんだから。一体中で何が行われているんだろう。動画の続きはまた明日も見てね。バイバイ。さあさあ裸足で駆け出せ、世界一のお姫様、夢の山本先輩まだかな。大河くん、ごめんね、ちょっと待たせちゃったかな。大丈夫ですよ、最近忙しいからなかなか会えずじまいですね。だからお互いこうやって合間を縫って会ってるんでしょ。ほらカフェ行こう。どうですか、大学生活はもう慣れました？うん、もう結構慣れたかな。友達もできたし、うまくやれてるよ。そうそう、大学に今日会ったら言おうと思ってたんだけど、私今ね、老人ホームでお手伝いしてるの。へえ、なんか意外ですね。山本先輩がおじいさんとかおばあさんと絡んでるの想像つかないな。だよね、私も。しかもうちの老人ホーム、おばあさんいなくておじいさんしかいないの。山本先輩、今すぐやめてください。え、なに、どうしたの大河くん。いくらおじいさんとはいえども、絶対山本先輩にちょっかい出すやついるはず。それは否定できないな。大丈夫大河くん、うちの老人ホームの人たちみんないい人たちだよ。それに所長さんすっごくしっかりしてるから。ま、山本先輩とイチャイチャしていいのは彼氏の俺だけですから。はあ、いいわね、あの二人。私も彼氏すっ飛ばして旦那が欲しい。それじゃあ山本先輩、お手伝い頑張ってくださいね。俺学校行ってきます。うん、ありがとう大河くん、学校頑張ってね。よし、それじゃあ行こっかな。もうすぐお手伝い期間も終わりだから、ちょっぴり寂しくなるな。せっかくおじいさんたちとも仲良くなれたのに。おはようございます。山本さん、おはよう。ありがとう、今日も手伝いに来てくれて。ううん、こちらこそ、すっごく勉強になってる。っていうか、あれ？何してるの、ゆうなちゃん。なんか、おじいさんたちにチヤホヤされて、いい気分になってるみたいよ。さあさあドレスに着替えて、世界一のお姫様は私。ほっほっほ、ゆうなちゃんはわしらのアイドルじゃ。あと10歳若かったらお嫁さんにしておったの。こらこら、おじいさん、10歳どころかもっと若くないとダメだよ。ほんとだ、いつの間にか手なずけてる。私も早く着替えないとね。あら山本さん、おはよう。あ、千尋さん、おはようございます。じー、え、なんだろう、なんか千尋さんにずっと見られてる。私今から着替えるだけなんだけど。あれ、千尋さんはお着替え終わったんですよね。どうされたんですか。山本ちゃん、おじいさんばっかりの相手じゃ満たされないでしょ。どう、私とのゆりてんかい。え、あ、いや、その私そういうのあんまり興味なくて、彼氏いるんで。まさか千尋さんそっちの人だったんだ。みーちゃん、この仕事結構大変って思ってたけど、なんか慣れてきたら楽しくなってきた。そうね、ゆうなちゃん意外とこういう仕事合ってるかもよ。そうかな、やっぱり私年上を手なずけるの才能あるかな。ちょっと言い方があれだけどね。景色なんか見ておられん、死を迎えるその日まで若い女の子を目に焼き付ける。そう、俺たちは最後まで責務を全うする。バイジジイ。フォフォフォ、愛しのバイエンジェル山本ちゃん、わしの相手もしておくれ。
あ、その声は羽根さん、おはようございます。わしも山本ちゃんとデートしてみたいの。もうまたそんなこと言ってるんですか。天国のおばあさんに怒られますよ。フォッフォッフォ、これはまた痛いところ疲れたな。羽根さん、ご飯残してますよ。これもう下げちゃっていいんですか。あー、すまんすまん、ちと今日は食欲がなくてな。下げてくれて構わんぞ。これ羽根さんのほとんど残してる。最近毎日のように残してるわ。ちょっと心配ね。そうなんだ、大丈夫かな。さあ皆さん、今日は私が特別に作ったから絶対残しちゃダメよ。皆の衆、絶対残すでないぞ。千尋さんのご飯を残したらシャワーがシャワーが。こないだもそうだったけど、一体お風呂で何が行われてるの。山本さん、羽根さんが降りてこないから少し見に行ってくれる。あ、そういえばいないね。うん、わかった、ちょっと行ってくる。羽根さん、羽根さん、入りますよ。何してるのかな。羽根さん、え、もしかして、あ、羽根さん、大丈夫ですか。ふわ、山本ちゃんか。そんな大きな声出さないでくれ、驚くじゃないか。ああ、びっくりした。羽根さん、もしかしたらもしかするかもって。まだ山本ちゃんとデートしとらんぞ、死ねるわけなかろう。もうまたそんなこと言ってるんですから。っていうか羽根さん、最近ご飯食べてないってお聞きしましたよ。どうしたんですか。言ったじゃろ、ちょっと食べる気にならんだけじゃ。もしかしてどこか悪いんですか。山本ちゃん、勘弁しておくれ。好きな女性の前ではいくつになっても弱い姿を見せずカッコつけたいんじゃよ、男っていうものは。この場所はわしのお気に入りでな、ああやって子供たちが遊んでいるのを眺めるのがわしの趣味みたいなもんじゃ。わしの孫娘は可愛いぞ、今度山本ちゃんにも紹介してやる。はい、楽しみにしてます。羽根さん、今日も降りてこないのかい。ちょっと前から食事も取らなくなってしまったもんな。そうですね。山本さん、ちょっといい。はい、何でしょうか。羽根さんのご親族の方よ、お部屋まで案内してくれる。おじいちゃん、大丈夫、元気なさそう。フォッフォッフォ、大丈夫じゃ。古川はきっと大きくなったら美人になるぞ。本当？それじゃあ大きくなったらおじいちゃんデート連れてってね。ああ、任せなさい、とびっきりおいしいご飯をごちそうしよう。あの人、最後は家に帰ってきてって言ってるんですが、かたくなにわしはここでいいって言うんです。家族や孫娘に自分のかっこ悪いところを見せたくないらしくって。そうなんですか、なんだか羽根さんらしい理由ですね。山本さんですよね、あの人あなたのことすっごく気に入ってるみたい。もしよかったらできるだけ最後まで見てあげてください。はい、わかりました。羽根さん、入りますよ。お返事するのつらいと思うのでノックせず入らせていただきます。羽根さん、羽根さん、大丈夫、大丈夫ですか？しっかりしてください。山本ちゃん、ちとお願いがあるんじゃが。あの、本当に無理しないでくださいね。大丈夫じゃ、いいからいいから。おお、羽根さん、お久しぶりです。元気ですか？すまんすまん。ちと山本ちゃんとデートをしたいから、皆の衆は邪魔しないでくれよ。羽根さん、あんまり長時間はダメですからね。やっと山本ちゃんとデートする夢が叶ったの。これってデートなんですかね。もっといいところ連れて行ってくださいよ。山本ちゃんも行けずじゃの。わしには時間がないことは知っているくせに。そりゃそうです、こんなのデートなんかじゃないです。ちゃんと教えてください、羽根さんのデート。山本ちゃんは彼氏がいると言っていたな。その彼氏はいい人か。はい、とってもいい人ですよ。
羽場さんとちょっとカッコつけるところは似てますけどね。そうかそうか、一番いいところが似ておるということじゃな。最後に恋をしたのが山本ちゃんでよかった。何言ってるんですか、羽場さん。羽場さん、あれ、羽場さん、羽場さん、そんな告白の仕方ずるいですよ。ほんと、もうおやすみなさい。え、こんな時間にインターホン、誰だ、翔太かな。はい、どなたですか。大河くん。ああ、山本先輩、どうしたんですか。大丈夫ですか、山本先輩。お疲れ様です。わかるんだ、大河くん。そりゃ山本先輩の彼氏ですから。さあさあ、ドレスに着替えて、世界一のお姫様、踊りましょう。講義だるいね、サボろうよ。ダメよ、ただでさえ単位足りてないんでしょ。みんなおはよう、今日も頑張ろっか。みーちゃん、ちょっと服のタイプ変わってる、かわいい。そう、ありがとう。私あんまりこういうの着ないから似合ってるか不安で。みーちゃん、私が男だったらみーちゃんのことペロペロしてるよ。それただの変態よ。ほら、二人とも早く行こう、遅刻するよ。そんな急がなくても大丈夫だよ、高校じゃないんだから。大学は途中から出席しても大丈夫。そんなこと言ってるから、ゆうなは単位ギリギリなのよ。あはは、だって眠いんだもん。きゃー、モテすぎくん。みーちゃん、見て見て、あの人知ってる？モテすぎくんって言うんだけど、こないだあの有名なドラマのエキストラとかもしたらしいよ。高校の時から頭もよくって、この大学に入るのも特待生で入ったらしいわよ。あんな人が彼氏だったら羨ましいな。へえ、そうなんだ。そんなすごい人がうちの大学にいたんだ。モテすぎくん、 SNS 見たよ。しかも次はジャニーズの人とちょっとした BL ドラマ出るんだよね。私そんなの見たらメガネ割れちゃう。ありがとう、みんな。そんな大げさなことじゃないよ。僕なんてまだまだなんだから。そのモテすぎくんの謙虚なところも好き。やめてよ、僕はただの大学生だよ。それに友達の前なんだからちょっと恥ずかしいよ。モテモテだな、モテすぎ。ちょっと焼けるぜ。いい人そうだし、なんといってもメガネかけてるところがなんかチャラくなさそうでいいのよね。ふーん、今はああいう人が人気なんだ。おい、お前ら、さっさと席につけ。今日はみっちり俺の腕毛について語るからな。また鈴井のやつ、自分の脱毛の話しようとしてる。先生に気に入られることに越したことはないよ。ほら、早く席に着こう。はあ、やっと終わった。永遠と毛の歴史について語ってたね、鈴井のやつ。私も途中で何言ってるか分かんないから疲れちゃったな。あの、はじめまして。ちょっと今時間ありますか。え、どうしたんですか、モテすぎくん。嬉しいな、僕の名前知ってくれてるんですね。ありがとう。実は前から3人と話してみたいなって思ってたんですよ。そんなモテすぎくんが私たちと。やっぱりあれですよね、みーちゃんと話したいからですよね。ちょっとゆうなちゃん、なんで私が出てくるの。だって大体寄ってくる男の人みーちゃん目当てじゃん。そんな、違いますよ。興味が惹かれた点は、僕たちも3人グループなんですよ。それでいつも外から見てて、仲の良さそうな3人グループだなと思って、男女の比率的にもぜひ僕たちとも仲良くしてくれたら嬉しいなって。もちろんです。やった、3人グループでよかった。それでもしよかったら、この後僕の家でホームパーティーをするんですけど、3人とも来ませんか。さすがにいきなり初対面の人と。山本さん、行くわよね。やばい、行くって言わないといけない空気になってる。行きます、行きます。ホームでもヘブンでも。ゆうなちゃん、ヘブンだったら死んでるわよ。よかった、それじゃあみんなで向かおう。
モテすぎしか興味ないかもしんねえけど、俺たちも参加させてもらうぜ。よろしくね。あー、モテすぎくんすごい。こんな豪華なお家に住んでるんだ。そんな大したことないよ。ほら、ちょっとテーブルの人数とか合わないかもしれないけど、ゆっくりしていってね。上がって上がって。今日はなんていい日なの。講義サボらなくてよかった。大河くんに何の連絡もしてないけど、まあ二人っきりとかじゃないからいっか。お肉おいしそう。お家でこんなことできるなんて、ほんとセレブになったみたい。ごめんね、モテすぎしか興味ないかもしれないけど、俺たちも同じ人間だから相手してやってくれよ。そんなの関係ないよ。みんなで楽しくおしゃべりしよう。お肉の追加たくさんあるから、みんなじゃんじゃん食べていいよ。はーい、ありがとう。モテすぎくん、モテすぎくん準備ばっかりして自分は全然食べてないの偉いよね。友達の俺たちからしてもいいやつだし、イケメンだし、ほんとずるいやつだぜ。ほんとにいい人なんだな、あの人。お、みんな大学生なわけだし、お酒飲んでみる？実はね、すっすごくいいワインをもらったんだ。仲良くなった記念ということで、このワインみんなで飲もう。わーいわーい、飲む飲む。この中で酒飲めないやついる？いねえよな。どうしよう、私お酒死ぬほど弱いんだよね。でも大学生だったら絶対にこういうのつきものだよね。私も頑張って克服しないと。わあ、おいしい、このワイン。なんだか酔っ払ってきたわ。おいおい、グラス傾いてんぞ。楽しいな、こんな可愛い子たちと一緒に飲めるなんて。山本さん、もしかしてお酒弱かった？無理して飲まなくていいからね。大丈夫、平気平気。おいみーちゃん、そんなんで潰れんのか。山本さん、お酒弱かったんだ。やばい、みんなの声聞こえなくなってきた。すやすやすや、うまくいったね、モテすぎ。ほんとお前は悪いやつだぜ。当然だろ、僕を誰だと思ってるんだ。役者だよ、役者。この家ももちろん僕の家じゃない。ドラマのセットで借りた建物さ。薬を飲ませたとかだったら問題にはなるけど、これはあくまでもこの子たちが自発的にお酒を飲んだからね。しかも俺たちが飲んでたのはただのブドウジュースだからな。ねえ、モテすぎ、早くしちゃおうよ。特にこの山本さん。なんでも高校の時はミスコンにも選ばれてたらしいぜ。まあまあ落ち着けよ、主催者はこの僕だぞ。先に存分に食べさせてもらうよ。ふにゃふにゃ。あれれ、起きちゃったのかな。ま、意識は朦朧としてるだろうけど。あ、お前誰だ。私に触ろうとした大河くんじゃないのに。あれれ、まだお酒が足りなかったかな。山本さん、ほら、もうちょっと一緒に飲もう。うるしゃい、お前ちょっとだけそこハゲてる。ハゲてる？違う、これはこういう髪型なの。何遊んでんだよ、モテすぎ。ほらさっさと脱がしちゃおうよ。ほら山本さん、きっと酔っ払ってるんだよ。少し休めるところに行こう。うわー、また勝手にシャワーった。シェオイ投げー。うわ、今、この子に、投げられた？おいおい、モテすぎ、こんなとこで投げられる演技してんじゃねえよ。お前もいちいちうるさい。なんだこいつ、俺を軽々しく持ち上げやがった。ちょっと黙ってて、えい。あれ、俺ジェットコースターにでも乗ったっけ。やばいやばい、あいつやばいよ。今のうちに逃げよう。ジュイン、ジュルン、ダダ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 。山本さん、一旦落ち着いて。なんで帰ろうとしてんだよ、ヒック。
ほら、まだまだ飲むじゃん。お願いします。もう飲むのやめましょうね、山本さん。私のちゅいだ酒が飲めねえってのかい。どうしよう、かわいいけど地獄だ。あれ、私たち酔いつぶれて寝ちゃってたみたいだけど、なんだかみんなも酔いつぶれてるみたいね。へへへ、タイガーくんに会いたいな。手をつないで連れてくよ、海に眠る宝石よ、二人の。暑いね。みんなどう？夏休み楽しんでる？楽しんでるよ。お家でクーラーガンガン効かして推しの DVD とか見てるよ。正直外が暑すぎて私もお家の中にいるわ。わかるわかる。だからこうやって誰かと会わないと外出ないよね。今日はそんな引きこもりの3人に女子力アップのためみんなでクレープを食べに行きたいと思います。オッケー、ゆうなちゃんそういうの詳しいもんね。確か新しくできるところだっけ。そうそう、なんでも海外ではすごく有名なクレープ屋さんで、日本に来るのは初めてらしいよ。それは楽しみね。あんまり食べ過ぎないように気をつけなくっちゃ。みーちゃんちょっと待って、早すぎるよ。いけない、たまに昔の訓練の癖が出るんだよね。わー、ここか。なんだか女子力高そう。かわいいね建物。みーちゃん、今お客さん全然いなさそうだね。ラッキー。あれ、お客さんがいないというよりかはまだオープンしてないんじゃない。うわ、ごめん二人とも、どうやら明日オープンだったみたい。もうゆうなちゃんらしいわね。しょうがないから違うところで甘いもの食べに行きましょう。そうだね、場所も確認できたことだし、また今度来よう。あー、困ったざます、困ったざます。山本さん、明らかにあの人困ってそうだけどどうする。みーちゃん、たまには困ってる人を助けない日があってもいいと思う。ゆうなちゃん、私の今までの何年間がぶち壊しになるからやめて。すみません、どうかされましたか。聞いてくれるざますか。あ、はい。っていうか体勢元に戻っていいですよ。実はこのクレープ店明日オープンするんですが、海外から来た店舗なのでスタッフが日本語が喋れない人ばっかりだったんです。ですから実質私しか日本人スタッフがいなくって、結局他の外国のスタッフさんたちは辞めていったんざます。このままでは明日のオープンに間に合わないざます。分かったんで、帽子当たりそうで怖いんですけど。みーちゃん、それじゃあ3人でここでオープニングスタッフしようよ。おいしいクレープもいっぱい食べれるよ。私もちょうどアルバイト探してたからいいかも。でもさすがにそんな簡単にクレープって作れるのかな。作れるざます。あんなの生地の中に適当に生クリームぶち込んで、あとはカットしたフルーツとかを盛り合わせれば女子高生たちはキャッキャ喜ぶざます。店長さん、それお客さんに絶対言っちゃダメですよ。もし働いてくれたらクレープいっぱい食べてくれてもいいざますよ。やったー、働きまーす。しょうがないな。やっぱり初日っていうのもあるけど、お客さんたくさん入ってるね。っていうかみーちゃん、見て見て、あの店長なんであそこでくつろいでんの。はあ、一時はどうなるかと思ったけど、これで安心してサボれるざます。まあその分私たちが好きにしていいみたいだから。だねだね、後でクレープいっぱい食べよう。すみません、注文していいですか。あ、はい。ご注文は何でしょうか。現在当店ではこの超モリモリスーパークレープがおすすめですよ。なんかネーミングすごい。まあゆうなちゃんが好き勝手いろんなものをぶち込んでるだけのクレープなんだけど。チョイスは任せなさい。じゃあそのモリモリクレープ2つください。ありがとうございました。なんかすごいクレープだね、みなみちゃん。そうね、後で半分強化にもあげよう。山本さん、そろそろみんなで交代して休憩行かない。よし、それじゃあみんなのためにモリモリクレープ作ってあげるよ。みーちゃん、あそこにモリモリクレープ置いといたから食べてね。モリモリクレープ、明らかにボリュームすごそう。こんなの食べれるかな。思ってた以上に美味しい。やば、
これだったら食べれそう。皆さん、初日の売り上げ素晴らしかったざますわ。この調子で明日も明後日もよろしくざます。店長さん、何もしてないですけどね。ねえねえ、ゆうなちゃん、明日ももりもりクレープ作ってくれない？お、みーちゃん、あのクレープの美味しさに気づいちゃった。しょうがないな。山本さん、食べ過ぎ注意よ。あれ、みーちゃん、ちょっと太った？え、そう、やっぱりちょっと太ったかな。山本さん、細いから変化が出やすいのかもね。あっちゃ、ここで働き出してから毎日クレープ食べてるもんな。じゃあみーちゃん、今日はもりもりクレープ我慢しとく？え、もりもりクレープ我慢するの？あ、わかった、今日も作ってあげるね。山本先輩。あ、南條さん、ありがとう、来てくれたんだ。あれ、先輩、ちょっと言いづらいんですが、太りました？やっぱりそうだよね、わかるよね。でも山本先輩、いつも細いからたまにはいいと思います。そうそう、ぽっちゃりしてる山本先輩も可愛いですよ。そうかな、ありがとう。山本さん、そろそろ休憩行ってきていいわよ。みーちゃん、もりもりクレープ作って持っていくね。今日のもりもりクレープも楽しみだな。ふんふんふん。あ、こんなところにおにぎりとコーヒーがある。山本さん、毎日クレープばっかりじゃ飽きるでしょ。おにぎり食べていいざますよ。はーい、いただきます。あ、みーちゃん、おにぎりに浮気してる。せっかくもりもりクレープ作ったのに。大丈夫だよ、もりもりクレープも食べるから。みーちゃん、あんまり太ったら彼氏にがっかりされちゃうよ。大丈夫大丈夫。山本先輩、もう会えないってどういうことですか？なんか俺しました？大河君、ごめん、ちょっとだけ距離置きたいの、本当にごめん。いきなり納得いかないですよ。それより家の前に来たんで出てきてもらっていいですか？まったく、もういきなりなんだよ。ちゃんとカーテンも閉め切ってるし、一体どうしちゃったんだよ。山本先輩、いるの分かってるんですよ。どうしちゃったんですか？大河君、私。え、山本先輩、私いつの間にかこんなに太っちゃった。あはははそういうことですか。ほんと何事かと思ったけど、っていうか山本先輩変わりすぎ。だって大河くんに嫌われると思ったんだもん。そんなことでいちいち山本先輩のこと嫌いにならないですよ。でも山本先輩らしくないですね。一体最近何食べてたんですか？大河くんはこんなんでも一緒にデートしてくれる？当たり前でしょ。まったく、もうこんなんで俺が山本先輩のこと嫌いになるわけないでしょう。大河くん、ありがとう。あー、なるほど、それを毎日食べてるんですね。みーちゃん、もりもりクレープ大好物なんですよ。彼氏さんも食べますか？大河くんも一緒に食べてもりもりなろう。山本先輩、明日から一緒にダイエットしますよ。さあさドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りまし。ゆうなちゃん、講義終わったよ。早く行こう。みーちゃん、ちょっと待ってよ。一元の授業つらすぎ。ゆうなちゃんは朝が弱いんだから。だってさ、単位の計算してたら、一元のこの授業は絶対取らないといけなかったから、やむを得なく一元取ったんだよね。大学は自分で授業を決めるから、その辺も結構スケジュール管理が大事だよね。ねえねえ、今日ってみんなも一限しか授業ないんだよね。じゃあこの後みんなで遊びに行こうよ。ゆうなちゃんは遊びに行くってなったら途端に元気になるんだから。そりゃそうだよ、勉強してるより遊んでる時の方が楽しいもん。ほんと大学生じゃなくて小学生みたい。そういえばみーちゃん、ハロウィンの時何かコスプレとかしたの？
ああ、そういえば今年のハロウィン何もしなかったな。山本さん綺麗だしスタイルもいいから、どんな仮装やコスプレでも似合いそう。そんなことないよ、私可愛らしい服装とか意外と似合わないから。みーちゃんさ、あれやりなよ、コスプレイヤー。最近結構流行ってるらしいよ。無理無理、私そういうのマメじゃないし、ああいうのって SNS いっぱい更新しないといけないでしょ。それに撮影とかも絶対大変だよ。私たちも手伝うよ。絶対みーちゃんだったら人気になれるよ。現役女子大生コスプレイヤーなんか人気出そうじゃない？もう2人ともおだてすぎ。それよりどこ行くの？それじゃあカフェばっかり行ってるから、今日はコンビニでスイーツ爆買いしよう。はいはい、わかりました。みーちゃん、新しいカバンかわいいね。それを言うなら2人だってそのカバンかわいいよ。どれにしようか迷うな。山本さんはどれにするの？それじゃあ私は、どうしよう、本当はそんな可愛いデザートとかじゃなくて、後ろにあるサラミチーズとかが食べたいなんて言えない。よし、それじゃあみーちゃんの家でデザートパーティーだ。もう勝手に私の家に来る体にしないで。ああ、ウェディングシスターが解散して以来、こう、いまいちプロデュース業に精が出ないな。なんだあの人は、モデルか何かか。こう、なんていうか、一般人にはない芸能人のオーラを感じるぞ。これは今あの子を逃すと一生ない逸材かもしれん。話しかけてみよう。すみません、今少しお話よろしいでしょうか。決して怪しいものではございませんので。ああ、みーちゃんまたナンパされてる。ごめんなさい、今友達といるのですみません。なるほど、普段から男の人に声をかけられるから慣れているんですね。それだけあなたは人を引きつける魅力があるということだ。みーちゃん、あの人なんか一人で語り出してるよ。絶対ヤバい系の人だわ、早く離れましょう。おーい、全部聞こえてますよ。申し遅れました、実は私、小さな芸能事務所をやっているプロデューサーなんですよ。一応過去の実績として、ウェディングシスターズというアイドルをプロデュースしておりました。おそらく名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないですかね。ウェディングシスターズ知ってます、私カレンちゃん大好きでした。驚いた、まさかプロデューサーさんだったなんて。実は今新しくプロデュースできるような人材を探していてね、そこで今君に出会ったんだ。頼む、騙されたと思って一度私のプロデュースの話を聞いてもらいたい。そんな、頭上げてください。私何をすればいいんですか？なーに、安心してください。別にアイドルをしろなんて言わないですから。ズバリコスプレイヤーです。みーちゃん、タイミングバッチリだよ。やっぱりコスプレイヤーやった方がいいよ。私も山本さんだったら絶対人気出るから、プロデュースしてもらった方がいいよ。はあ、こんなに言われたら断れないよ。よし、そうと決まれば山本さんの奇跡の一枚を撮るためにスタジオで写真を撮りましょう。すごい、スタジオまであるんですね。なんか本格的。それじゃあ少し準備をするので、山本さんは着替えてもらっていいですか？あれ、もしかしてみーちゃんちょっと緊張してる？そりゃそうだよ、まさかこんな本格的な撮影とは思わなかったんだもん。二人とも似合ってなくてもちゃんとフォローしてね。うわー、みーちゃんかわいい。山本さん、そのコスすっごく似合ってる。あんまりジロジロ見られるとちょっと恥ずかしいな。よし、それじゃあ山本ちゃん、僕が言ったポーズやってくれるかな？食べちゃうぞ、かわゆす。こら、抵抗すると撃ちますよ。やばい、撃って撃って。ご主人様、何をなさるのですか？そんなの決まってるでしょ、もう我慢できない。なんだかみんなおかしくなってきてる。お疲れ様、山本さん、いい写真がたくさん撮れたよ。これを SNS にアップしておくね。山本さん、絶対一躍有名人になれるわ。そんなにうまくいくはずないよ。ほら、言っただろ山本さん、俺の読み通りだ。
画像を上げた当日になんとツイッターのトレンド入り、リツイート数も何万件だぞ。みーちゃんやばいね、いきなり有名人じゃん。でもやっぱりリプは男の人ばっかりね。まさかここまで反響があるなんて。よし山本ちゃん、この勢いでイベントやっちゃおう。イベント、山本ちゃんもどうせそんなに長くは続けたくないんだろ。だったら稼げるうちに稼いでおこう。私たちもお手伝いするからやりなよ山本さん。はあ、ここまで来たら引き下がれないな。そういえば大河くんに言ってないけど、まあ今回限りってことで内緒にしとこう。兄ちゃんすごいよ、ほらお客さんいっぱい来てるよ。ほとんどの席埋まっちゃってる。山本ちゃん、今日のコスプレはただの警察官のコスプレじゃないからね。今日は山本ちゃんじゃなくて、あの有名なアニメキャラクタードエス警察マリンちゃんっていう設定だからね、忘れないように。ドエス警察。大丈夫大丈夫、特に決まったセリフとかもないから、とりあえず S っ気な発言ばっかりしてれば OK。 なんでその設定早く言ってくれなかったの。あの、今日は来ていただいてありがとうございます。マリンちゃん、その いつもみたいにののの罵ってくれませんか。いつもみたいに罵る。どういうこと言えばいいんだろう。それじゃあ第2話で出たあの名台詞、お前に手錠しないと私の気が済まないとか、そういうのお願いします。ちょっとどういうキャラなのマリンちゃん。まあとりあえずそれっぽく言ったらいいか。いいからさっさと手錠かけられなさい、どうせそういうの好きなくせに。うわーすごい、アレンジバージョンだ。これは本当のマリンちゃんだ。山本ちゃんいいぞ、その調子その調子、どんどんやっていこう。いやータイガシー、今日はついてきてもらって悪いでやんすね。しょうがねえな、アニメのイベントみたいなの行ったことねえんだけど。ところで場所はここでいいのか。今日は最近有名になってきたコスプレイヤーの人が、拙者の好きなドエス警察マリンちゃんのコスプレをしてイベントをしてるらしいんでやんすよ。なるほどな、最近結構人気だもんなコスプレイヤーの人も。いらっしゃいませ、2名様でしょうか。どうぞこちらに2名テーブルが空いておりますので。山本ちゃん、そこの2名さん新規のお客さんだから、とびっきりのドエスで頼むよ。よし、ちょっと慣れてきたぞ。あなたたちも私に逮捕されに来たの。ほんと変態なんだから、思いっきりきつく締めてあげる。山本先輩？マリンちゃんは山本先輩だったんでやんすか？どうしよう、みんなも見てるし、ここでキャラを壊しちゃったらお客さんに申し訳ないし。いや、もしかしたら大河くんにもまだバレてない可能性だってあるし、とにかくやりきろう。何言ってるの。私はマリンちゃんよ。そんなこと言ったら叩くんだからね。絶対山本先輩じゃん。山本先輩ですよね。違う。ちょっとじっと見させてもらえないでやんすか。ダメだから違う、マリンちゃん。こうして山本先輩のコスプレ生活は終わりましたとさ。さあさあ裸足で駆け出せ、世界一のお姫様、夢の世界。よし講義終わった。なんかさ、大学の授業って高校より長くね。そっか、高校と違って堂々とスマホ触りたい放題だけどな。高校と違って教室が大きいから、スマホいじっててもバレないでやんすからね。おいおい、お前ら高い学費払ってきてんだから真面目に授業受けろよ。まっかという俺も今日大半寝てたけどな。タイガ、俺は嬉しいぞ。なんだよ、何泣いてんだよ。高校を卒業したらもうみんなと会えなくなると思っていたが、まさか大学も一緒だなんて、俺は嬉しい。俺たちは死ぬまで一緒だタイガ、結婚しよう。最後のは聞かなかったことにするな。あれ、タイガくんたちも講義終わり？なんか大学でみんなを見るとちょっと変な感じするね。これはこれは山本先輩、また正式に先輩と呼べる時が来て嬉しいでやんすよ。私もみんなとまた一緒に学校生活が送れるの嬉しいな。
山本先輩、ずっと一緒ですよ。南條さん、わざわざ履修登録私たちと同じの受けなくていいよ。ねえねえみーちゃん、それよりさ、彼氏どれだっけ？年下なんでしょ？そうそう、噂の同棲してる彼氏さん、どれなの？じゃあ2人には当ててもらおっかな。みーちゃんの彼氏か。なんとなくみーちゃんより身長が高くって、あと真面目そうな人かな。私なんとなく見当がついたよ。お、それじゃあ2人ともせーので当ててね。せーの、この人。どうしよう、一番違う世界線来た。待てよ、俺がもし山本先輩と付き合ったら合法的にタイガと一緒にいられる可能性が高くなるということか。どうも、彼氏のリュウジです。やばい、そんなに濃い絡みしたことないから反応に困る。ちなみに正解はこっち、結城大我くんです。旗から見たら俺と山本先輩お似合いじゃないってことですか。ご覧の通り、俺たちは大学生になりました。しかもおなじみのメンバーと山本先輩たちと同じ大学です。ここからまた俺たちの大学生編が始まる、そう思っていたんですが、まさかあんなビッグニュースが舞い込むなんてこの時は思いもしませんでした。いやー、夢のキャンパスライフが始まったでやんすね。また南條さんのこと懲りずに狙おうかなでやんす。懲りないな、お前も。ま、一途なのはいいことだけどな。そういやタイガ、どうなんだ、同棲の方は。家に帰っても一緒、学校も一緒じゃちょっと息が詰まるんじゃねえの。お会いにくさま、俺は好きな人とだったら24時間一緒にいても苦じゃねえんだよ。その気持ちわかるぞ。俺も部屋中にタイガのポスターいっぱい貼ってるけど全然苦じゃない。聞きたくない情報だったな。その感じだと正式に結婚も近いでやんすかね。タイガのことだから大学生の間にプロポーズしそうだけどな。さすがにそれはねえよ、勢い任せで結婚したって相手のこと幸せにできねえだろ。それに結婚するんだったらやっぱ子供が欲しいしな。タイガの子供か、想像しただけでも可愛いな、食べちゃいたい。お前は本当に食べかねないから怖いな。ま、せっかく始まったばっかりの大学生活だ、先にそっちを楽しもうぜ。にゃーすけ殿、どうして最近夜になるとお外に出るんですかわ。そんなの決まってるだろう、最近毎晩毎晩お前のとこの主人がうちの主人に手を出すからだにゃ。結城大我め、ご主人のことを粗末に扱っていたらこのにゃーすけが切り刻んでやるにゃ。まだ認めてないんですかわ。でも確かに心配ですね、最近のご主人はなんだかお盛んな気がしますわ。あー、シャワー気持ちいい。やっぱり一日の疲れを癒すのはお風呂だよね。山本ちゃんジャンプ。たまに一人でこういう子供っぽいことしちゃうんだよね、大我くんには見られたくないけど。じー、ちょっと大我くん、今お風呂入ってるよ。それがどうしたんですか。俺も一緒に入りたいから来ちゃいました。タイガジャンプ、一緒に入りましょう山本先輩。タイガくん、最近前にも増して甘えん坊だね、どうしたの。なんかここ最近また山本先輩の好き度が上がったんですよね。まあ同棲もしてるし、なんだったら大学も同じだし、前より独占してるっていうのはわかるんですけど、まだもっともっと山本先輩俺のものにしたくって。やっぱりタイガくん、出会った頃よりもどんどん大人になって男らしくなってる。年下でちゃんと甘えてくるくせにド S なところ、うん、めちゃくちゃあり。あー、もう我慢できないです。山本先輩いいですか。ちょっとタイガくん、何どうしたの。今夜は寝かすつもりありませんから。タイガくん、ダメだよそんなところ。いいから肩の力抜いて全部俺に任せて。ぐぬぬぬぬ、結城大我め、止めるでない太郎殿、あやつを成敗してくれる。ダメですよ、営みの邪魔をしては。それにそのうちはじゃあ倒せませんわ。はあ、なんか今日体調悪いな。山本先輩おはようございます。あれ、今日大学1限目から講義あったんじゃないんですか。そうなんだけど、なんだかちょっと体調悪くって今日はお休みしよっかな。大丈夫ですか、季節の変わり目だし。ちょっと風邪ひいたのかもしれないですね。
大丈夫大丈夫、ちょっと休めばすぐ治ると思うから。ただいま。あれ、山本先輩ソファーで寝てる？なんだか今日は終始気分が優れないみたいですわ。山本先輩大丈夫ですか？やっぱり病院行った方がいいんじゃ。うん、そうしようかな。なんかいつもと調子が違うんだよね。風邪とはなんか違うような。まさかレントゲンまで取ることになるなんて思わなかったね。大きな病気じゃなかったらいいんですけど。山本さん、先生がお呼びですよ。先生、それで何かわかりましたか？ええ、わかりましたよ。こちらのレントゲンを見てください。え、これってお腹の中？おめでとうございます。おめでたですね。山本先輩、もしかしてそれって私妊娠してるってこと？いやいや、でもまだ確信は持てませんね。だって昔こういう話あったじゃないですか。確か結局想像妊娠だったっていう話。妊娠したと思ってただけみたいな。今回は大丈夫ですよ。さっき伊吹先生に見てもらいましたから。生まれるまで十分お体いたわってくださいね。こうして山本先輩は本当に妊娠したのであった。ちょっとずつお腹も大きくなってきたな。私がママになるのか全然想像つかない。山本先輩、そんな無理して料理しなくていいですよ。ゆっくりしててください。ごめんごめん、だってなんか落ち着かなくって。大河くん、あのね、こんなこと聞いちゃダメかもしれないけど、本当に赤ちゃん産んでいいの？なんか少し不安になってきて、私なんかがママになっていいのかなって。何言ってるんですか。怒りますよ。むしろ産んでもらわないと困ります。きっとその赤ちゃんは俺たちがこの先もずっと一緒にいられるように地上に舞い降りてきたんですよ。そっか、ごめんね。なんか妊娠中ってちょっと情緒不安定になるんだよね。あと山本先輩、俺決めたことが一つあります。やっぱり大学辞めて働こうと思ってます。え、それはダメだよ大河くん、それ私のせいだよね。山本先輩、私のせいじゃなくって、これは俺たちの問題でしょ。これからは親の援助なしで山本先輩とこれから生まれてきてくれる子供のためにちゃんと俺が働かなくっちゃ。絶対に世界で一番幸せな家庭にしてみせるんで、覚悟しといてくださいよ。大河くん、男らしくなりすぎだよ。だいぶお腹も膨らんできましたね。順調ですよ。このまま様子を見ていきましょう。はい、わかりました。ありがとうございます。それにしてもすごいよな。この中に命が宿ってるんだよな。早く見たいな、私たちの赤ちゃん。果たして本当に無事赤ちゃんは生まれることができるのでしょうか。山本先輩の出産まであと少し。さあさあ裸足で駆け出せ、世界一のお姫様、夢の世界。どんどんお腹が大きくなってますね山本先輩。なんか俺が産むわけじゃないのに俺の方がそわそわするんですけど。本当だよ大河くん、ずっとそわそわしてて私まで落ち着かないよ。そうだ山本先輩、いつ生まれてくるかわからないわけですし、今のうちにいろいろ準備しておかないと。今からニトレ行ってベビーベッドとかベビーカーとか、とりあえず赤ちゃんをお迎えする準備しておきましょう。そうだね、気分転換にもなるし行こっか。そういえば野々村のお兄さんに報告してなかったですね。ちょうどいいや、ついでに報告しとこうっと。翔太くんや美代ちゃんには言ってるの？実はまだ言ってないんですよね。翔太に関してはなんだったら生まれてから報告しちゃおっかなぐらい思ってます。翔太のやつ、いきなり自分がおじさんになったなんて知ったらびっくりするだろうな。そもそもニトレってまだ潰れてなかったんですね。いたいた、相変わらず暇そうに立ってるよ。野々村のお兄さん、こんにちは。
やあ、大河くん、ニトレに来てくれるなんていつぶりだい？見てわかる通り、もう潰れる寸前だよ。はっはっはっは。野々村のお兄さん、悲しみを隠せてませんよ。あれ、山本ちゃん、なんだかちょっと見ない間にぽっちゃりしちゃったのかな？お腹の方がやけに膨らんでるような。実は私妊娠したんです。そうかそうか、妊娠したのか。2人ともまだ大学生なのにちょっとそういうのは早い。妊娠！野々村のお兄さん、カメラのフィルターおかしいでしょ。これは驚いた。山本ちゃんがまさか妊娠してるなんて。そういうわけなんで、今日はニトレで赤ちゃん用品を買っていこうかなって思ってまして。そうかそうか、ついに大河くんと山本ちゃんも親になるということか。よし、わかった。お祝いとしてベビー用品は俺が用意してあげよう。お、さすが野々村の兄さん、俺たちの第二の親みたいなもんですからね。なんで俺より早く結婚するかな。そこは頑張ってください。というわけで、野々村のお兄さんのご好意でベビーベッドやベビーカーは無料でゲットすることができました。いやー、ラッキーでしたね。無料でベビーカーやらゲットできて、野々村のお兄さんちょっと寂しがってたな。そりゃ野々村のお兄さんにとっては大河くんは家族と同じだもん。まあとりあえずここに置いときますか。男の子じゃなかったらもっと可愛い色のベビーカーにしたかったんだけどな。ダメですよ山本先輩、俺も経験済みなんですよ。お母さんがピンクとか好きだから、そういう色のものをいっぱい買ってきた時があって、保育園とか小学校の時、なんかお前女子みたいだなって友達によく言われましたから。大丈夫だよ、生まれてくる子供はしっかり強くするから。いつも忘れがちだけど、山本先輩元殺し屋なんだよな。お、会社の面接の日程決まった。よかった、エントリーシート送りまくって。正直、まだまだ学生気分抜けてないけど、頑張らないとな。ご主人、大変ですわ。うわ、びっくりした。しかも夜だから余計怖えよ。今はそんな茶番をしてる場合じゃないですわ。山本先輩がキッチンで倒れてますだわ。なんだって？ご主人、しっかりしてくださいだにゃー。お腹が苦しい。山本先輩、大丈夫ですか？病院にすぐ行きましょう。落ち着いて、ゆっくり息をしてください。やばい、大河くん。車乗れますか？山本先輩、頑張って。今からオペを行いますが、立ち会いますか？どうされますか？立ち会います。立ち会わせてください。わかりました。それじゃあマスクの着用をお願いします。やばい、痛すぎ。山本先輩頑張って。出産の痛みは今までの人生で感じたことがないぐらい痛いって聞くけど本当なんだな。落ち着いて、ゆっくり深呼吸して息を整えてください。こんなに苦しんでる山本先輩を見るの初めてだ。さあもう少しで生まれますよ、頑張って。大河くん。何ですか？ここにいますよ。絶対幸せになろうね。何言ってんすか、俺が幸せにするって言ってるでしょ。よかったですね、元気な男の子ですよ。よかった、山本先輩、ほら男の子生まれましたよ。あれおかしいわね。山本さん、山本さん。先生大変です、山本さん心肺停止しかかってます。なんだって？すぐに救命措置を取るぞ。そんな嘘だろ。山本先輩目を覚まして。山本先輩、あれ、ここは、え、私一体何を？お前ガキの頃からそんな教育受けてるなんてろくな大人になんねえぞ。覚えとけ、裏の世界に来た以上お前は普通の幸せなんて得られるもんじゃねえ。忘れるんじゃねえぞ、お前はただの殺し屋ってことをな。うこれは昔の私だ。きっと神様が言ってるんだ、私は幸せになんてなれないって。このことを忘れちゃいけないって。そうだよ、私はもともと親の顔も知らないし、
捨てられてこんな世界で生きてきたんだ。私の手は人のぬくもりを感じるような手じゃなくってナイフや銃を握るような手だったんだ。こんな汚れ切った手で私が赤ちゃんを抱こうなんて許されることじゃない。だったら山本先輩のその痛み俺にも半分分けてください。君の手はそんなものを握るような手じゃない。これからは俺の手をずっと握っててください。なんだろう、この人の手すっごく温かい。雨の冷たさも全然感じない。むしろすっごく温かくって居心地がいいな。あれ、大河くん、本当にもうどこほっつき歩いてたんですか。お帰りなさい。ほら山本先輩見てください、俺たちの子供ですよ。よかった、大河くん、本当にありがとう。何言ってんすか、俺はただ山本先輩の手をずっと握ってただけですよ。信じられない、ほとんど心臓は止まっていたも同然だったのに。まさに彼の手は彼女にとってゴッドハンドだったということか。こうして山本先輩の出産は無事終わりました。すごい。さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊り。今日もいい天気、二人とも早く。はいはい、ちょっと待ってくださいよ。つうか外寒くなってきたな。寒くなってきたなって当たり前だよ、もう12月も終わりだよ。大河くんその格好ちょっと寒そう。いや毎日仕事ばっかりしてたらずっと中に引きこもりっぱなしだろ。それに今年ってなんか季節感おかしくないか。確かに今は寒くなったけど12月入ってからすぐはそんなに寒くなかったよね。地球温暖化ってやつだな。ユータが大人になる頃にはどんな世界になってるのやら。大丈夫、今よりきっといい未来になってるよ。お、なんか前向きだな。そりゃそうだよ、子供は親の背中を見て育つって言うでしょ。だから私たちが明るく生きなきゃ。あれ、大河くん見て、こんな立派なお家前からあったっけ。ほんとだな、最近できたんじゃね。金持ちだな。あんな金ピカな家、逆に俺はちょっと気が引けるけどな。金持ちってアピールしまくってるって感じで。昔はああいうところに侵入して暗殺ミッションこなしてたな。水木、そんな昔話するやつお前くらいしかいないよ。あれ、あそこにいるメイドさん、どこかで見たことあるような。やっぱりそうだ、サキ、サキだ。数少ない女性の殺し屋の一人。私とは同じ組織だったから何回か面識はあって割と仲が良かったけど。大河くん、ちょっと知り合い見つけたから話しかけてきていい？ああ、わかった、それじゃあちょっとだけ待っとくよ。サキ、サキだよね、私のことわかる？あなたは水木？いつの間にか組織から抜けてたからどこに行ったのかと思ってたけど、桜町に住んでたのね。やっぱりサキだ、久しぶり、元気にしてた？今は殺し屋やってないんだ、お手伝いさん？そんないいものじゃないわ、お手伝いさんなんて可愛いものじゃない。私は奴隷よ。奴隷ってどういうこと？お手伝いさんだよ。ほら見た目だってメイドさんじゃない。何も四六時中この格好をしているわけじゃないわ。時には惨めな格好だってされたりする。当然の結果よね、私なんて殺し以外何もできないんだから。そんな、組織の中でも優秀だったあなたがなぜそんな扱いを。それにそれだったら組織に残っていた方が良かったんじゃ。ミスキ、そういう時代はもう終わったのよ。確かに今でも組織は残っている。でも前以上に仕事の量は格段に減ったわ。あなたはすごいわね。あそこにいる二人、あなたの家族、元殺し屋なのに結婚して子供まで作って、いわゆる一般人の幸せをつかんでるあなたが羨ましいわ。そんな、サキだって幸せになれるよ。私はタイガ君と出会って運
命を変えてもらったの。確かに私たちがやってきたことは間違ってるかもしれない。でもそれは私たちが子供の頃からそう教えられてきたから。今からでも遅くないよ。運命は変えられる。頑張ろうよ。驚いた。あの時の冷酷のあなたとはまるで人が違うわね。おい、何をしている。罰としてお仕置きが必要みたいだな。王様、申し訳ございません。罰なら何なりとお受けいたします。水木、あなたとは住む世界が違うの。早く行って。さて、今日はどんなお仕置きをしてやろうかの。どうしよう、私のせいで先が。あの、大河くん、ごめん。私ちょっと友達とご飯行ってくるね。あ、そうなの。ずいぶん盛り上がったみたいだな。まあ今日は俺も休みだし、ゆうたの面倒は俺が見とくよ。ごめんね、大河くん、よろしく。よし、久しぶりに侵入ミッション開始。お帰りなさいませ、王様。リビングのお掃除が終わりました。ふむ、ご苦労。わしは今から少しこいつにお仕置きをしてやるから、2階には絶対に誰も入れないように。わかったな。かしこまりました。うわ、サキちゃん、ついに2階に呼ばれたんだ。かわいそう。王様、ずっとサキちゃんのお仕置きのタイミング見計らってたもんね。ちっ、私は一体何をされるっていうの。おい、奴隷よ、お前はここがどこかわかるか。はい、こちらは毎日王が寝ている寝室でございます。その通りだ。この寝室には選ばれた者にしか入れさせん。つまりそれがどういうことかわかるか。とても光栄なことじゃぞ。私のような下賤な者を選んでいただき誠に感謝いたします。やっとこの娘にお仕置きができる。なかなかミスを犯さないできる小娘だからの。こういう弱みを握るのが大変じゃったが、今日はラッキーじゃったの。こういう堅物な娘はわしが奴隷としての身分を分からせてやらんとな。ちょっと待ってください。うお、なんじゃお前、どうやって入ってきた。水木、あなたどうして。この子はサボってたんじゃないんです。私が掃除してる時に話しかけちゃったから私が悪いんです。そんなのどうでもいい。この館の主はわしじゃ。わしがサボってると判断したらこいつはサボってるんじゃ。どうかお願いします。私の責任でもあるんです。今回だけは許してあげてください。水木、あなたわざわざそれだけのために。ふーん、じゃったらお前も奴隷になってくれるのなら許してやってもよいぞ。王様、このものは関係ありません。私に罰をお与えください。心配するな。何もずっととは言わん。このものは外部のものじゃしな。一日だけじゃ。今日一日わしのもとで働いてくれたら、そのものの無礼は許してやろう。わかりました、よろしくお願いします。ちょっと水木、本気。水木、何考えてるの。私を助けるためにわざわざここに来たっていうの。なぜそんなバカなことを。もう今はあなたと私は組織の仲間でも何でもないわ。赤の他人よ。だって私が仕事中の先に話しかけたのが悪かったじゃん。こうやって久しぶりに一緒に仕事ができて私結構楽しいよ。それに今では包丁の使い方も料理の使い方に変わったんだからね。呆れた。あなた本当に人が変わってしまったのね。私たちが教えられてきたことはリスクを犯してまで仲間を助けないっていうことでしょ。サキ、今私たちはもう殺し屋じゃないよ。そんな教え忘れちゃっていいよ。それにあなたはそんなこと言いながら。こら、何やっとるんじゃ。申し訳ございません。わしの目の前で花瓶を割って、しかもわしの服に水を濡らすとはな。申し訳ございません、申し訳ございません。何なりと処罰はお受けいたしますのでお許しください。あの子やっちゃったわね。どんな罰を受けさせられるの。うむ、罰を与えんとな。そうじゃな、今日はいろいろと邪魔をされておるからな。仕方がない、今日は連帯責任といくか。ちょっと、なんでこんな真冬にこん
な格好させられて外で歩かされるの？ほんと、呆れるくらい趣味が悪い罰ね。ごめんなさい皆さん、私のせいで。今日は奴隷どもがわしのことを舐め切っとるみたいだからな。これくらいのしつけをして分からせといてやろう。俺、今日はその格好のまま桜町を一周じゃ。はっはっはっは。ずいぶんご機嫌だな、成金の王様よ。なんじゃお前ら、銃なんか向けて わしに何をする？バカな王様だよ。噂通りボディーガード一人もつけてないの。本当に召使いが女だけなんだな。今まで襲われてなかったのが奇跡だと思っとけ。まさかこいつらわしを襲いに来た賊か？おいお前たち何をしとる？わしを助けんか？はあ、こいつバカじゃねえの。女に助け求めて、しかもご丁寧に手まで結んでやがる。いいからさっさとお前の財産全部よこせ。まあお前が教えなくても勝手に探すけどな。いい君だわ、そのまま死んじゃえばいいのよ。そうよ、私たちを奴隷扱いしてムカつく。ありゃまさかの展開だね。どうする？先、私は助けるのどっちでもいいけど。そうね、でも主がいなくなったら私給料払ってもらえないからね。水木、お願いがあるんだけど、キッチンから包丁持ってきて。これ別に外せるでしょ。了解、すぐに持ってくるね。おい何をしてる、逃げ出すのか？ふん、どうやら召使いにも愛想をつかされたみたいだな。あなたたち、おとなしくその人を解放しなさい。お前どうやってそれほどいたんだ？まあいいや、そんな包丁じゃ俺たちにかないっこないぜ。私は知ってる、先に刃物を持たせたら誰にもかなう人はいない。一つ忠告しておくわ、あなたたち1ミリでも動いたら命はないわよ。そう、先の異名は切り裂きジャック。先の先は何でも裂いてしまう先。現役の頃の私よりスピードは速かった。はあ、何刃物振り回してんだよ、何も当たってねえぞ。なんだ、服が切られてる。マジかよ、見えなかったぞ。逃げろ。おお、助かった、やるじゃないか奴隷よ。お前たちには褒美をやらんとな。じゃがあいつら二人にはきつい罰を与えんとな。そんなお許しください。王様、申し訳ございません。私少しミスを犯してしまいました。わしの服まで。私どももミスを犯してしまいます。それでもよろしければ召使いとして使わせていただけないでしょうか。場合によっては取り返しのつかないミスも犯してしまうかも。それでもよければ。わかった、なるべくミスはしないように気をつけるんじゃぞ。私が昔から咲のことが好きだった理由、それは本当はすごく仲間思いなところ。もう少し自分のことも大切にしてくれたらいいのにな。さあさドレスに着替えて、世界一のお姫様踊り。ごめんなさい、遅れました。遅い、3分も遅刻だ。何をやっていた？学校で居残り授業をさせられてたんですよ。私出席日数少ないから。ボスから聞いてないんですか？私現役 JC 中学生ですよ。ふん、話には聞いていたが本当に中学生の殺し屋とはな。いいか、子供だろうがなんだろうが、これは仕事だ。俺はお前の面倒は見ないぞ。分かってますよ、あなたこそ私の足を引っ張らないでくださいね。早く行きましょう。待て、その前にお前のコードナンバーを教えろ。どうやって呼べばいいかわからないだろう。私は水木って呼んでください。お前ふざけてるのか？この界隈では名前はゴハットだ。それは偽名か？それにお前中学生なんだろう。サングラスでも何でも変装するように心がけろ。
はいはい、うるさいな、もうそんな時代そろそろ終わりますよ。どうせ私はそのうちこの仕事辞めようと思ってるんで、今更どうだっていいです。それより早く仕事終わらせましょう。私宿題たんまり残ってるんですから。くそ、なんで俺がガキのおもりをしないといけないんだ。ボスは何を考えている。ターゲットの集合場所は把握してるんですか。まあな、大方の予想はついてる。おそらくこの辺だ。どうやらあれみたいだな、麻薬の取引中か。さてどうやって始末するか。簡単ですよ、私は右側の3人をやるので左側をお願いします。あのな、冷静に考えろ。こんな開けたところで、しかも相手は銃を持っている。俺たち殺し屋はあくまでも隠密行動が必須だ。あまり目立つ行動はしたくない。大丈夫ですよ、一瞬で終わらせるんで。それにあなた、うちの組織のナンバーワンの殺し屋クロさんでしょ。この界隈では有名すぎて名前が通ってますよ。くん、無駄に有名になっちまったもんだ。じゃあ行くか。しっかり詰め込んだからな、金額の方よろしく頼むぜ。ああ、わかってるさ。ブツはちゃんと確認させてもらった。後で金は振り込んでやる。ごめんね、さよなら。はあ、疲れた。早くブツを取り返さなきゃ。確かに腕は立つようだな。最初このミッションを受けるときに、まさか中学生と組まされるとは、俺も罰ゲームかと思ったけど、なるほど、納得いった。当たり前じゃん、私は子供の時から殺し屋として英才教育受けてるんだよ。その辺の人たちより腕が立つのは当たり前。このガキ舐めやがって。やば、やり損ねてた。まったく油断しやがって。銃声が鳴っちまっただろうが、帰るぞ。ごめんなさい、あと助けてくれてありがとう。助けたんじゃない、これを回収するための仕事だからな。ボス、例のものは回収しました。あとはどうしたら。は？こいつを俺の家に泊まらせろ。ここが俺の住んでるマンションだ。ちなみにエレベーターなんてないからな、階段で4階まで上がるぞ。なんで私家に帰っちゃダメなの。今回の組織なかなか厄介な組織らしいからな、お前の護衛も兼ねてしばらく落ち着くまでは俺の家に泊まれってことだとさ。ここだ、適当に好きに使え。ただしデスク周りはあんまり触るな、機密情報が多いからな。へえ、これが男の人の一人暮らしの部屋か。何これ、全然片付けてない。しかも体に悪そうなものばっかり。あの、もう少し自炊とかしたらどうですか。それか彼女作ってもらうとか。うるさい、ガキは黙って宿題でもしてろ。俺は疲れたからもう寝る。お前はその辺で布団でも敷いて寝ろ。それじゃあな。ああ、これだからこの界隈の男の人たちって絶対モテないよね。まあでもさっきは命を助けられたし、これから少しお世話になるみたいだから恩返ししてあげなくっちゃね。朝か、なんかいい匂いがするな。これは。おはよう、クロさん、よく眠れた。朝ごはん作っといてあげたからしっかり食べてね。それじゃあ学校行ってきます。ふん、朝ごはんね。まあ悪くはないな。そこから私とクロさんが一緒に住むようになって1週間が経った。
私は帰ってきたら仕事以外はなるべく勉強してた。宿題もいつも溜まってばっかりだったし。プロさんはいつもご飯を食べてる時か寝てる時以外はほとんど仕事してた。でも一週間一緒にいて分かったことがある。クロさんはとってもいい人だ。瑞希、今日はベッドで寝ろ。俺は仕事が残っているから今日は寝る暇もない、とか言ってたくせに本当はすやすや。私がいつも床で寝てるのを気にしてたからベッドで寝かしてくれるようにしたんだよね。当の本人は椅子で寝るんですか？私もここで寝ちゃおっかな。誰だろう、こんな時間にインターホン鳴らすってことは関係者の人かな。やあお嬢さん、ごきげんよう。しまった、油断してた。くそ、誰だ。おっと、動くな。お前があの有名な殺し屋クロだな。うちの組織の連中もさぞかしやってくれたみたいで。例のブツ、おとなしくこっちに返しな。もしできないんだったらこの嬢ちゃんを殺す。終わった、私の人生これでジ・エンドだ。殺し屋界隈では人質に取られた場合速やかにターゲットの始末が鉄則。私の命なんてあってないようなもの。ほら持っていけ。その代わりその子を離せ。クロさん、どうして。殺し屋が呆れるわい。本当に信じとる。仕方がない、殺そうと思ったがその心意気に免じて許してやろう。どうせお前はこの後処分されるだろうからな。よし、行ったか。この家も今日で終わりだな。クロさん、どうして私を助けたの。そんなことしたらクロさんが。うまかった。この一週間お前が作ってくれたご飯が美味しかった。そのお礼だ。さて俺は逃げるとするか。瑞希、元気でな。待って、クロさん、私もボスに言うから一回聞いてみよう。ダメだ、お前も分かってるだろう。この世界は甘いもんじゃない。話す前に俺が死んでる。でも、でも私のためにクロさん。ふん、瑞希、一つ言っといてやる。お前は殺し屋に向いてない。そんな風に誰かのために涙を流すようなやつは殺し屋なんかになっちゃいけない。じゃあな、元気でやれよ。それはクロさんも一緒だよ。そんなに優しいのに殺し屋なんか向いてないよ。これが私の初めての初恋でした。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。